もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。キング&プリンスはデビュー5周年の前日である5月22日をもって、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が脱退、ジャニーズ事務所からも退所し、永瀬廉さんと高橋海人さんの両ユニットとして生まれ変わります。キンプリは今年5月23日に5人でデビュー5周年を迎えて、グループがさらなる発展を迎える、そう考えられていましたよね。現在の人気ぶりを見てもスマップや嵐をも上回る国民的アイドルに成長する可能性も十分にあったと考えられます。一方でキンプリの結成の経緯やその後の彼らを見ると、どうしてもグループ活動は短命にならざるを得なかったのかもとも思える話もありますよね、とワイドショー関係者は話しています。キンプリはジャニーズジュニアユニットミスターキング vs プリンスとして2015年に結成、人気ではあったものの、当時のジャニーズはデビュー組だけでも14組所属しており、飽和状態になりつつありました。そのため神宮寺さんはもう難しいと思っていたと思っていたそうですが、平野さんが中心となってジャニー喜多川仙台社長に6人でデビューしたいと直談判、そのままデビューを許されたという経緯を2018年にデビュー決定会見で明かしています。実はキンプリは平野さんを中心に全員の意思として事務所サイドに一つグループの活動について約束を取り付けていたといいます。それは全部やることを自分たちで決めますということ。事務所サイドのマネジメント方針だけに縛られずに、自分たちでしっかりと仕事を選びたい、やることを決めたいということですね。実際デビュー曲シンデレラガールについてもそれを感じさせるエピソードがあります。キンプリのデビュー曲といえばシンデレラガールですが、2022年5月発売のモアによると候補は200曲近くあり、そこからメンバーが自分たちで選んだといいます。またキンプリは考え選ぶことを重要視しており、舞台裏でもほとんどの作品の制作に参加し、話し合いを常に重ねていることを同志で明かしていました。神宮寺、皆さんの手に触れるものほとんど全部をメンバーと話し合い、スタッフさんと協力しながら制作しているんです。楽曲やコンサートはもちろん、それこそ CD についてくるスリーブを決めるところまでちゃんと関わっているんですよ。騎士白熱すると時間を忘れちゃうから、気づいたら日付が変わっていたなんてこともしょっちゅう。平野一曲に絞るまでが大変なんだけど、決まった後はそこから音はこのままでいいのか、この曲だったらどんなパフォーマンスにするのか、振り付けは誰にお願いするのか、 MV は衣装はジャケ写はどんなものにするのか、どんどん話し合い形にしていく、とにかく話し合いに話し合いを重ねて、ちゃんと納得できる作品を作ることに命を懸けていることが同インタビューから伝わってきますね。永瀬さんは2022年10月に自身のラジオ永瀬廉のラジオガーデンでキンプリを、僕の肌感覚的にこんなデビュー当初から全員がこんなに集まってグループについて楽曲 MV 衣装とかも含め話し合っているグループってなかったと思うと語っています。ちなみに前述のモアにはメンバーそれぞれの単独インタビューも掲載されており、平野さんはそこでこう語っていました。基本的に何かを選ぶときは迷わないタイプ、迷わないのはきっと直感で選ぶからなんだと思う。人生の選択をするときの判断基準は楽しい幸せ、選んだ先に幸せな未来が見えるかどうか、それだけ。心の赴くままに歩いたら気づけばここにいた、今も昔もそんな感覚なんです。キンプリ脱退を決意するに至ったのにはこうした自分の直感を信じ抜いたからかもしれないですね。思えばキンプリの楽曲はメンバーの意見が取り入れられたものが多くありました。例えば2020年発売のセカンドアルバム
L&は各メンバーがプロデュースした楽曲が収録されています。また王道のアイドル像から脱却してヒップホップの要素を多く取り入れたのも自分たちの色とか味を濃くしたいという理由だったと高橋さんが2022年11月に週刊朝日でコメントしていました。しかしそれだけに2年くらい前から業界内ではジャニーズ事務所がキンプリをコントロールできないという話が漏れ出てきていたんです。当時はグループ内に確執があるのかとも思われていましたが、実際はそうではなかったようです。メンバー間の関係性は良好だったのですが、5人の意向、セルフプロデュースが強すぎて事務所の理想とする売り方との調整がつかなかったのではと今となっては考えられています。実際平野さんたちが退所するに至った経緯の一つとして、海外進出がいつまでも果たせそうにないということがありましたからねとワイドショー関係者は話しています。一方でジャニーズ事務所はトラビスジャパンを2022年3月下旬からロサンゼルスに無期限の武者修行をさせ、向こうで箔をつけてからデビューさせるという売り方を進めてました。事務所としてはバランス面も考えて2グループを一度に海外留学させるわけにはいかないでしょう。特にキンプリはすでに国内ではスターグループだし、経験面などを考えてもトラジャを上回っている部分は多かった。下手にキンプリをアメリカに出したらトラジャとの被りや共食いが生じてしまう。それだけに事務所がキンプリの海外進出について動かなかったのは苦渋の決断だったと考えられます。もちろんそれとは別に5人それぞれが個人でも売れ出してスケジュールの調整がつかなくなったというのも大きそうですが、個々の活躍を考えてもやはりキンプリは特別でした。そして事務所の方針にも縛られず、全てを自分たちの意思で動こうとしていたグループだけに、5人グループとしては5年という時間で終わってしまったのかもしれませんねと続けました。そんなキンプリですが、4月19日に発売されたベストアルバム Mr.5 がビルボード2023年上半期トップアルバムセールスで売上枚数130万枚を突破し、2023年上半期で首位を獲得しています。5人にとって最初で最後のベストアルバムということで多くの人たちの関心を集めている Mr.5 ですが、このアルバムに仕込まれていたサプライズが今盛り上がりを見せているようです。 Mr.5 の初回限定版には A と B があるのですが、 A の中身は発売当日まで完全シークレットとなっていました。そんな限定版 A に収録されていたのはシンデレラガール2023の MV だったのです。キンプリの原点となるデビュー曲シンデレラガールを5年ぶりにレコーディングして MV も撮り直しているようです。ちなみに新 MV の一部はキンプリの公式 YouTube チャンネルにも投稿されていますが、ベストアルバムの特典の DVD と違い、音源は2018年版のままとなっています。すでに脱退している岩橋元気さんのパートは代わりに神宮寺さんが中心の映像になっているようです。このシンデレラガールはキンプリにとっても思い入れの深い曲として知られています。例えば平野さんは4月12日発売の TB ライフにてキング&プリンスはここから始まりましたから、当時はドラマ花のち晴れネクストシーズンの撮影と並行してこの曲の MV 撮影があって、寝る時間がなくなっていきなりデビューの洗礼を浴びた気分だったことを覚えていますと語っています。もちろんファンにも人気の楽曲ですが、今回特に注目を集めているのは MV ラスト数秒の意味深な締め方だといいます。2018年版は6人が座りファンに向けて KP のポーズを取るという内容、対して今回は脱退する平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人は背を向けて去り、残留する永瀬さんと高橋さんは MV が終わるまでこちらを見ているという
3人の別れを感じさせる演出となっています。この演出はファンの間で最後脱退組だけ背中向けるの涙出る、一番最後残る2人だけ完全にこっち向いてるの泣く、最後に笑顔で背を向ける5人、待って行かないで待って、何度見ても涙涙涙です、といった声が SNS に多く寄せられました。別れを想起させる一方でこんな解釈もあるようです。 MV をよく見ると最後のシーンの少し前、岸さんは手のひらを上に向けて手を差し出すポーズを、平野さんはおいでという手招きをそれぞれしていました。そしてラストシーンでは神宮寺さんと永瀬さんもこちらに向けて手を差し伸べるポーズをとっているように見えます。この部分を見るとバイバイではなくついてきてねというポーズのように感じてしまいます。加えて平野さんは背中を向けて画面奥へ去ってはいるものの、顔は最後までこちらを見たまま、そのためバイバイではなく待ってるよというふうに解釈するファンも多いようです。このシーンを見たキンプリファンからは、この人たちの背中にティアラはついてきてたんだなぁと新規ファンは思うわけですわ。最後の翔くんの横顔はまた迎えに来るための笑顔だと、そう思うことにしようと子供が朝ごはんを食べてる時にやっと MV 鑑賞した。バイバイじゃなくておいでおいでしてる、ずっとついていかなきゃねって話した。大丈夫、一瞬お別れするだけだから、ちょっと留守にするだけだから大丈夫大丈夫で、いいとこ見つかったから二人もこっちおいでってなるから大丈夫、といった声も多く上がっています。これからも5人のそれぞれの活躍に注目です。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。